お前さんの気持ちの強さが上回ったが、いや、人の世界、ポケモンの世界に踏み込んで得た力なのでしょうか。では、永遠の氷を使い、沈め玉をご用意しましょう。ああに作り方は聞いていますし、私の筋肉があれば一瞬。ほら、ご覧の通り。クレベースを沈めたいので、したら先に進むといいでしょう。ですが、クレベースはとにかく氷塊を放ってきます。お前さんも沈めるとあれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。勝手に行くんだけどね。下見をしとこう。どんなところなんだろう。ここで戦うの狭くね？無理じゃない。勝てるか？いや、気のせいか、なんかこの顔見覚えあんなーと思ったけど、気のせいだ、気のせいだ。まあ、おなじみ1回目は、ポケモン出さずに、その力でどこまでやれるか。は、は、は、うわ、なんか降ってきた。ここいれば安全じゃないわ。うわ、釣れた。なんか飛んできた。無理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 。なるほどね。レーザー行けたらポケモン出して戦うチャンスができるわけか。もう一回やろう。え、待って、強っ。なんとなくコツは分かった。
できるだけ上向いて打っておいた方がいい。氷のメテオに関してはちょっと直前で打たないとダメージにならないから結構シビアなタイミングで避けないとダメだなこれ。氷解ちょっとあれしないとダメだ。攻略できないとポケモン出しても勝てない。氷の評価一発目結構避けるの難しいな。ちょっと距離を取ろう。行った。ポケモン出さずに行けた。なんか茶色い。浜先生、そんなに気を落とされなくても
ベースがあのように大きくて強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは、空から落ちてきた NNMI なるもの、化け物ですか？化け物じゃないよ。自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。NNMI さん、浜先生は新時代を心より大事に思ってくれているし、新王様に心から信じているの。だから金剛団や銀河団と交わり、新王様を思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念されていたの。でもそれも変わるね。 NNMI さんが教えてくれたの。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。私もグレイシアの強さもっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。なるほど、カエも変わりましたね。いやー、さすがだよな NNMI。 荒ぶるキングをすべて沈めた。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。しなそうそれはわからないよ。心なしか裂け目が小さくなったようだけど、そのようだな。これで終わってほしいよな。時空の裂け目からまた不思議な雷が起きたとしても、 NNMI がいれば大丈夫とはいえ。そうだね、 NNMI さんがいるもの。あの妖怪、お互いを信じる神王様は異なるが、俺は信じたも悪くないと思うぜ。適当なことを。さて、すべてのキングを沈めたんだ。電木の旦那のしかめっ面、どのように変化しに行ったか見に行こうぜ。バッテリーがやばい。間違えた、飛ぶ場所。なんかホバリングやってるとすっごい距離が落ちそうな気がするけども、まあ、その時はその時だ。もう一回飛べばいい、ミューラで飛び乗って。あー、全然探索してないのがバレる。全然探索してないのがバレる。ちょっと充電しよう。ダメだ。うん。